皆さんこんばんは、池田彩です。こんばんは、尾崎恵里です。はい、このファンファンは月曜日から金曜日の23時から23時半までの帯番組で、月曜日担当がウェイウェイさんとアイウェイさん、火曜日はアカネさんとベストパフォーマーの皆さん、水曜日は桐村麻里さんと井上由香さん、木曜日がレノサトシさん、木村すばるさん、そして金曜日は私池田彩とエリリンこと尾崎エリさんとでお送りする番組となっております。ぜひ他の番組のチェックもよろしくお願いします。はい、またこの番組は東京モノレール羽田空港国際線ビル駅構内にあるエドプレスジャパンの認知度を向上させるための番組ともなっております。エドプレスジャパンというのは、羽田から世界へ日本の魅力を発信している外国人向けのインターネットテレビ放送局です。エドプレスジャパンで検索するとホームページから24時間動画を配信しております。また定期的に日本の魅力をご紹介するエドプレスマガジンというフリーペーパーも発刊しております。日本のみならず海外でも手に取れるように配布されておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。さてさて、今日もねメッセージから紹介したいと思います。はい、ラジオネーム超絶アヤマックスびっくりマークいっぱいさんからですアヤ&エリリン、こんばんは。こんばんは。寒さマックスじゃね、けど俺まだ最後の冬装備ヒートテックまだ着用してないから、もっと寒くなってもまだいけるぜ。しかも1月末と2月末は激アツだから、今年はもう寒くないかも。そう、なんてたって池田彩ワンマンライブエピソード3&エピソード10が開催、イエーイパフパフ、せっかくなんでワンマンライブの見どころとか楽しみ方を紹介してよろしく、ということでね、はい、メッセージ届いております。ありがとうございます。ありがとうございます。そうね、まずワンマンライブ、まあ、今回は10周年記念でずっといろんなとこでワンマンライブ、今までのワンマンやってきた箱を巡ってきて、今回東京と大阪で最終ということになります。最後はですね、池田バンド、まあ、私バンド編成でやるとき勝手に池田バンドっていうね、ほうほうほう、バンドでな変な名前つけてるんですけど、そのバンドスタイルでやりますので、まあ、ちょっと今までのワンマンよりはまた生音なので激アツな、もうザ・ライブっていう感じになると思いますので。ほ、はい。そこかな。見どころっつっても、まあそんなね、あんま喋ったらネタバレになるし。そうだね、うん、ワクワクがね。そうそう。まあネタバレっつっても、そう、まあ大体わかるでしょ。歌いますよと。まあね、はい。そんな感じですかね。ちなみにヒートテック着てったら激アツになりすぎてちょっとやばいですか、うん、多分やばいです。やばいか。ヒートテックは、うん、帰り用に持ってきてください。帰りに多分汗むっちゃかいて、はいはい、その場はいいんですけど、汗かいた後ってむっちゃこう体も冷めて冷えてるじゃないですか。そうだね。帰りはちょっとね、いろんな意味で寒くなってると思う。いろんな意味。楽しかったなっていうのがちょっと引きずって、まあ、胸は熱いんですけど、ちょっと寂し、終わった寂しさって、ね、あ、なるほどね、あるじゃないですか、うんうん、それをヒートテックがあなたを温めてあげますよっていう。あら、どこの回し物かしらみたいになってますけど。うん、へー、あ、じゃああれだね、装備はしていかず持っていくっていう感じで。そう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 、帰りの着替えっていう感じですかね。はいはいはい、うん、そう、ヒートテックといえばね、私は結構早めの段階からヒートテック着用してるんですけど、うんうん、今季、うん、この冬、うん、早すぎましたね。なんかっていうか、季節じゃ気温がバラバラだったじゃないですか。だったね。暑い日もあったり急に寒くなったりで、明日から真冬の寒さですみたいな、お、はい、ちゃんと言ってくれるから、天気予報士の方がね、うん、だから、お、明日からか、じゃあヒートテック着ようと思って着て、なんだろうな、バッチリ厚着していったらもう汗びっちゃびちゃで、もうね、ちょっと困るヒートテック。そうね。なんかね、そう。でも、あれだよね、もっこもこに着なくていいっていうのはあるよね。そうなんですよね。ヒートテック1枚着れば、うん、上ちょっと薄めのカーディガンでもいけるから、ちょっとなんか体型がボワンって大きくならないみたいな。着膨れしない。そうそうそう。そうなんですね。っていうのはね、ありがたいとは思うんだけどね。うん。難しいですね。ちょっとね、難しい。ちょっと体温調節がね。そうだね。はい。そんな悩みもありながら。うん、まあでも、風邪ひかないように皆さんね、うん、気をつけてください。そうですね。私もライブあるしね、うん、みんなもいろんなことあると思うんでね、うんうんうん、今結構インフルエンザとかね流行っちゃってるみたいだから。そうなんですよ、ね、私 あの周りの人もね、インフルにかかった人がいて、あら、でインフル調べたら、その発症する1日前からも菌を持っていると。だから一緒にこうわーってやってて、次の日にインフルなってましたって言ったら、もうその人の菌をもらってるわけじゃないですか。わおわおわお。だからもう何やろ、予防とかできひんから、これはウイルスは私は持っていると、うん、もう確実に。はい、どうにか発症させずに生き抜こうと思って、はい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 、発症しなかったですね、結果。
気合でね、そうだから絶対さ、うん、その熱とか出る前にみんなうろうろしてるじゃないですか、うん、知らん人も電車とかで、うん、絶対その人の菌もらってるから、はいはいはい、絶対いるんですよウイルスはもう、はい、確実にそれをどう発症させないかっていうのはね、うん、もう自分の身は自分で守るしかないということなんで、なるほどね、はい、皆さん徹底して健康でいることが大事です、はいはい、結構ねイメージトレーニングでねてるかもしれない。やっつけられるかな。そうそうそう。うん。まぁ、あ、ちょっと気合で乗り切っていきましょう。はい。はい。今日のラジオも気合でいくぜ！よっしゃ！では一旦、CM です。気合だ！池田彩の、はい、喜んで！彩の、トーキンクッキン！さあ今日はね、うん、お題のメッセージが届いております。さっきのね、超絶アヤマックスさんが送ってくれました。まずっていうか、お題じゃないな、キャラ設定を送ってくれたんかな、はい、なんか前にね過去であの熱血ロボットをやったみたいで覚えてる、なんか覚えてるやったっけなと思ってちょっとすっかり忘れ、声優への道の時ね、そっちでねやったんかな、うん、なんかそれが大好評だったそうなので、楽しかった、池田彩が熱血ロボット、はい、そしてエリリンがその熱血ロボットの生みの親の博士、うん、これをちょっとやってほしいとのことで、うんうんうん、はい、博士はやってないよね、博士はやってないと思うね、熱血ロボはやったけど、だからちょっとエリリンが生み出したロボットがどう活躍してくれるのか、はい、そうです ね熱血だからね、はい、確かにちょっと熱血でしょ、うん、あロボットが熱血なのよね、そうよね、はい、博士はちょっとどんなキャラでいこうかな、はい OK、 あお素晴らしい、わかんない、超適当にやるけどねまあね、そうそうそう、適当じゃないよ、そう、はい、しっかりね、じゃあ早速いきますか、はい、トーキンクッキン、アヤロボ？アヤロボ38の？ウィーンガシャ、ウィーンガシャ、お呼びですか、エリリン博士。うん、早く来れるようになったわね。よかった、私天才。ところでアヤロボ38号？はい。うちで大事に育てた小松菜が、ようやく収穫の時がやってきたわよ。小松菜、ビービービー、小松菜、わからない、小松菜、小松菜、わからない、小松菜。小松菜、あなたが、わからない、小松菜、あ、落ち着いて、アヤロボ38号。大丈夫、じゃあもう小松菜って思わなくていいから、ここの土の中に入っている、この緑の草を全部抜いて。緑の草を抜く。ウィンカシ、ウィンカシ、ブレーメリリン博士、小松菜、全部、抜いたよ。ああ、嬉しい。小松菜が抜けるようになったなんて泣けるわ。今日はね、あなたにこの小松菜を使ってパスタを作ってあげるからね。小松菜のパスタ、やったー。ちょっと待って。私が作るんじゃなくて、インプットしたらアヤロボが作れるようになるんじゃないかしら。小松菜のパスタ。よし！小松菜のパスタ。インプットするわよ。まずはアヤロボ、小松菜を洗って3センチくらいに切って。ピポパポポ。小松菜を洗って3センチくらいに切る。タン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 。できました。早い！完璧だわ、私天才。じゃあ次は、ツナ缶を出して。ツナ缶。入れよう、ツナ缶。ツナ缶出しました。最高だわ。ちゃんと貯蔵庫の中からツナ缶を選んできた。この間はサバ缶を持ってきたのに。ツナ缶。偉いわ。じゃあ、パスタを茹でるのよ。茹で時間は何分だっけ？パスタの茹で時間、ビビ、7分。完璧じゃない？じゃあもうできるわ。私インプットしたから、まず、パスタを茹でている間に小松菜とツナ缶を炒めて、バターで炒める。はい、ピポパ。うらー、燃えろー！お湯を分けるよし、これで小松菜切る、茹でる、パスタ茹でる、バターで炒める、エリリン博士できました、すごいわ、できました、こんな雑なインプットで完璧に作ってるわ、いい香りがします、でも私は匂いがわからない、いい香りがしますでも私は匂いがわからない、そうよね、匂いがわからないのだけがちょっと何点だったの、匂いがわからない、悔しい、人間の気持ちわからない、悔しい、でもバターの香りがするようです、素晴らしい、バターの香りがするようです、素晴らしいわ、じゃああなたにねバターの匂いがわかるようなインプットをね後でしてあげるから、最後にお醤油タラッとかけて、お醤油をタラッとかける、タラッとピピピピピ、タラッとはこう、はい、タラッとかけました、素晴らしいわ、タラッとっていう音声いいわね、これちゃんともうインプットしておくわ、タラッとできた、タラッとできた、素晴らしい、それではアヤロボ38号あなた試食してごらんなさい、わかりました、ではツナカマツナツナパスタいただきます、おいしい、おいしい、エリリン博士
よくできました。やった、褒められた。はいはい。ちょっとあの熱血感出したかったんですけど。そうだよね。ただのポンコツロボットみたいな。いやでも全部できてたから。あの全部効果音で作ってたからね。徐々にテンション上げていこうと思ったんですけどね、うん、やっぱ最初のロボのキャラが本当ザ・ロボットだったんで、うん、あの人間の雰囲気を入れ損ねましてね。いや素敵でした。なんか感情をもっと入れてあげたくなった。そう、感情がなかったね。そうだね。いや悔しいっていう感情だけを入れてたんだね。あ、そうそう、少しずつあの熱血感出そうと思ったんですけど。いやいや素晴らしかったです。ちょっとあの博士が作ったロボットがちょっとイマイチだったのかな。そうだね、博士天才って言いながら多分博士がポンコツ。ね、そうか、はい、やりながら思い出してたんですけど、前もロボットってこう高性能ななんかアンドロイド風なやつっていうイメージやったのが、私がこういうザ・ロボットっていうのをそうだそうやっちゃったそう感じでしたよね。そうなのよ。本当に何でもできる感が全然ないロボットでした。いや素晴らしい、近未来感がありました。すぐできそう、このロボットなら。ちなみに小松菜のパスタ、これ本当のエリリンがやったレシピ、はい、そうです。わお、はい、わお。めっちゃ美味しい。しれっとレシピ出してきたね。これめっちゃ美味しいんで、はい、醤油とバターでね、はい、やってみたいと思います、はい、ぜひぜひ。はい、ということで以上あやのトーキンクッキンでした。ではここで一曲聴いてください。ラン&ラン、池田あやの、はい喜んで。あやの今日は一体なんなん。まあ38号。あ、そっか、38号って名前でしたね。そうそう、37回失敗してんの。あ、なるほど。そう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 、そういうこと。そうなの。38でやっとこうなったから。そうなのよ。そうですね。そうそうそう、この博士の年齢も38っていう設定を、ね、お、実はそういう設定がね。そうそうそう、あの中にこのアドリブの中に。そうそうそう、さすが、さすがです、博士。さて今日は一体なんなんなんですけども、はいはい、今日はね、何の日かな。飛ばすの日というのがあるらしいんですけど、飛ばす、私あの、うん、バスね、うん、バスエリリン乗ります？普段最近全然乗らないな。私もほぼ乗らないんですけど、うん、あの実家帰る時にね、はいはい、私の駅から、最寄り駅から実家まで歩くと結構 3,40分あるんですよ、うんうん、で住んでる時はチャリで、こうチャリでバーって行き来してたんですけど、さすがにこうあの東京から大阪実家帰る時って、まあ、チャリないじゃないですか、うん、迎えに来てもらうか親に、はいはい、まあ、自分で行くかなんですけど、一回ね、まあ、歩いて帰る時もあるんですよ、ちょっと運動がてら歩くかって、はいはいはい、でも荷物も多いし、ちょっとバスで帰ろうと思った時に、はい、バスなんか全然乗ったことないんで、地元のね、うんうん、だからまずどれ行きに乗ったらいいかがわからないと。あら、だからどうしようと思って、はいはい、で多分この駅なんか、なんやろ、電車と違ってその、うん、あの市っていうか、何丁目何々何々とかの、はいはいはい、何丁目の前の住所のとこじゃないですか、うん、駅名、はいはいはい、それがさっぱり分かってなくてだから自分家の近くのそのバス停の駅名なんやろうから始まり、はいはいはい、まあ、これ聞いたことあるから多分これやなと思って乗って行ったら、もう全然ちゃうとこ行って、うん、わお。で結果でまたもう一回バス乗って行くのも、もうまた変なとこ行ったら嫌やし。そうだよね。そう、あの私 JR なんですけど、うん、で大阪の阪急の方に行っちゃったんですね、はいはい、最寄り駅 JR と阪急とあって、はい、でバス乗ったら阪急行っちゃったから、もうええわと思って、そっから結局徒歩で帰ったんですけど。わお。なんかあれ、どうやったらバスうまく乗れるんですか。そんな地元やのに乗られへんのがちょっとショックで、ええと思って。まあ確かにね、わかりづらいよね。あとバスの路線って結構変わらない？あ、変わるんかな。うん、なんか、うん、私もその、まあ、そんなにうちの地元私の地元は変わんないんだけど、はいはいはい、その周りに新しいバス停ができてたりとか、うんうんうん、何々経由とか、なんか聞いたことない経由とかするじゃない、うん、あれ、いや難しいよ、難しい、あれは。そう、難しいですよね、うん、なんか地元じゃなくてもどっかお出かけした時と、京都かな、京都行って、はいはい、ここ行きたいなと思っても、それも結構ね、バス乗り場もいっぱいあるし。そうなの。これ本当に行くのかなって。で、会ってたとしてもどこで降りるんかが本当に定かかっていうのが。わかる。難しいな。難しいね。あれはやっぱ乗り慣れてないとね。そう。検索もバス停わかんないとわかんないしね。そうなんですよ。あと乗るバスも、まあ大体みんな全部さ、あの、ピッて、ID カード、うん、IC カード、うんうん、IC カードが、で、ピッて行けるけど、たまにこれ乗るときにピッてするのか、降りるときにピッてするのかみたいな。わかる。あれもドキドキする。ねえ、バス問題ね、バスエピソードあったら皆さん送ってください。今日ちょっとバスの日ということなんで、うん、ちょっとね、バス
こうやったなと思って振り返ってたんですけど、うんね、難しい、うん、もうちょっとあのバス、そうね、そうです、はい、ということで、はい、一旦 CM です。はい、あとはですね、今日は一体何の日かと言いますと、118番の日、118番の日、うん、これなんやろ、なんか110番とかさ、うん、119番とか、あとは117番はわかるんですけど、はいはいはい、117って天気予報やったっけ、あれ時報、あれ時報か、どっち、177天気予報はとかあった、あるある、177か117かどっちかで、えっていうか私今パッ て適当にっていうか勝手に口から出たけど、うん、あのでその117か177した天気予報聞けるの、聞ける聞ける、えマジで、うん、え聞いたことある、ある、えあえそうあるある、え電話して、え、うん、それはどういうこと、なんかどこの天気予報かって、要はアナウンスで、どんなだっけ、なんか東京都の天気が知りたい方は1をみたいな、あれな、どうやんだっけ、なんかでも聞いたことあるよ、え晴れ時々曇りみたいな聞こえた気がする、気象庁のなんかじゃないの、そんなあるんや、電話で聞けるんや、うん、天気予報、うん、ちょっと聞いてみようかな結構流行ったよね電話で何か聞くっていう、なんか昔キャラクター、はい、ここに電話するとキャラクターの声が聞けますとか、私昔リカちゃんに電話した、あ、私もしたことある、お人形のリカちゃん、はい、私リカよって言って、そうそうそう、電話した気がする、あったあった、うん、あれ何やったやろ、あ、リカちゃん電話、リカちゃん電話、うん、あれ番号とかあった、あったはず、本当に、いやでも思い出せない、そう、なんかちょっとでも怖かったよね、なんかあのそう突然聞こえるよねえ、こっちからかけるパターンのやつでしたっけ、なんかリカちゃんからかかってくる的な、そうそうそう、こっちからかけて、はい私リカよみたいな、うん、確かそうだ、一方的に確か喋ってくるんですよね、そう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 会話なく、そう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 なんだとか言っても私リカよってずっとこう言ってくるやつ懐かしい、懐かしいね、今そんなんあるんかな、最近だって電話、私昔から人と電話しないんですけど、うんうんうん、基本なんか業務連絡とかはあるけど、だいたいメールやったりとか、はいはい、そんなんが多くて、だからね、人と電話するのちょっと苦手なタイプかもしれない、本当なんか注文の電話とかするのも、あ、分かる分かる、ちょっとどうしようってなる、なんかどういう切り口が分からない、分かんないよね、うん、最近ピザ屋さんすごい丁寧だよね、あピザも私ネットで注文するもんだって、そうなんだ、電話仕方ちょっとよく分からへんから、どなんかお世話になっておりますみたいな、いや別にお世話なってへんしと思いながら、そうなんだよね、たまにいるよね、なんかちょっとピザ注文してって言って友達とかが、あお世話になっております、あのピザを注文したいんですけど、ちょっと待って、えみたいな、いつもそこ頼んでんのみたいな、分かる分かる私前確かこのラジオで言ったと思うんだけど、うんうん、お忙しいところ失礼しますって言ってた言っちゃうんだよ、それはあの間違ってないと思う、そうでしょ、そうでしょお世話と迷っていや違うと思って、おいしそう忙しいだろうと思って言ったことあるけど、ここのラジオダイヤちゃんにそれはないって言われてすごい気をつけてたら、最近はなんか、うん、あのどうもなんとかですって言って、ご注文でよろしいですかって急に聞かれるから、ね、はいだけしか言わなくていいっていう、ね、多分 ピザ屋さんとかもきっとそういうあれになってるんですよね、うん、マニュアルが、最近の人はちょっとあの LINE とかになってるから、ネット注文とかが多いから、うん、聞きましょう、そうだね、こういう風にしましょうって、確かにっ と、ね、っていうかさ、118何かって言ってないよね、あ、ほんまや、結局何やったんやろこれは、ね、海上海の上での緊急通報用の電話番号だそうですよ、ね、知名度向上のため2011年1月18日より海上保安庁が制定したそうです、はいはいはい、だそうです、皆さんもしなんか海とか行くことがあったら、うん、ね、もしなんかあったら118、うん、もしちょっとなんかちょっと海賊船乗ろうぜみたいな、海賊船乗ろうぜ海賊船乗ろうぜ、それこっちが案件になっちゃうじゃないの、なんやろ、海でちょっと世界一周しようぜみたいな、はいはいはい、そうね、冒険者の方がいたら、はい、なんかあった時は118、うん、はい、通報してください、ね、そうですね、はい、あーすごい、このラジオがきっかけでね、そう、なんかいいことあるかもしれない、このラジオがきっかけで海に旅立つ人がもしかしたらいるかもしれないねその方ボンボヤあのラジオも届くんかな、うん、わかんないですけど、その時にね、はい、聞いてこれを思い出してください、はい、はい、ということで、あやの今日は一体何なんでした。ではここで一曲聞いてください、ダメダメダメよ。はい、ということで終わりの時間が近づいてまいりましたけども、エリリンの今年のいろんなお知らせなどはツイッターとか、はい、あとは面白いっちゃ美味しそうな料理の写真、うん、最近上がってますけど、はい、インスタを
チェックしてくださいとのことで、尾崎えりで検索してください。お願いします。はい。そして池田彩はですね、今月はまず1月23日にですね、怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャー VS コンプリートソングコレクションというアルバムが発売されます。その中にですね、私が挿入歌で歌っております、恋はムーンナイトミステリーも収録されてますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。そして1月26日土曜日、この日はですね、私の歌手活動10周年記念ワンマンライブ、東京ラスト公演でございます、エピソードリー2というワンマンライブ開催します。場所は表参道グラウンドで19時からです。ゲストに、プリキュアソングプリキュアシンガーの先輩五条真由美さん、そして工藤真由さんが応援に駆けつけてくださいます。チケットは発売中ですので、詳しいことは池田へのツイッターやホームページをチェックしてください。そしてですね、その次の日1月27日は幕張メッセで開催される次世代ワールドフォビーフェアのタカラトミーアーツブースにあるポケモンガオーレコーナーで、ガオーレライブ歌いますので、皆さんこちらもよかったらぜひ遊びに来てください。そしてこの番組にも皆さんからのメッセージお待ちしております。では宛先をエリリンからお願いします。はい、宛先はファックス東京 03-5634-0792、 東京 03-5634-0792、 email info@885fm.jp、 info@885fm.jp までです。はい、そして私たちファンファンの番組お問い合わせフォームもできております。番組のお問い合わせはfan-fan.com/request、 http://fan-fun.com/req までお便りお待ちしております。そしてファンファンには公式ツイッターと YouTube もあります。お知らせの配信や過去のアーカイブなどが見られるようになっておりますので、ファンファンツイッターfanfun_fm @fanfanfm まで検索してください。そちらに YouTube アーカイブのお知らせもありますので、チェックよろしくお願いします。ということで、ファンファンフライデー池田彩のはい喜んで、お相手は池田彩と尾崎えりでした。また来週も聞いてね。バイバイ。38号次はほうれん草を植えるわよ。ほうれん草インプット完了。